どうしても戦うのか。今さら何を言う。中途半端な覚悟では死ぬぞ。オリジンの契約が欲しくば私を倒すがいい。それがあんたの生き方なの。みんな、ここは俺に任せてくれ。一人で大丈夫なのか。あんたが過去と決別するなら、それに引導を渡すのは息子である俺の役目だ。行くぞ。本気を出させてもらうぞ。ああ、俺も本気であんたと戦う。雷神拳、魔神拳、水御神、雷神拳、ハッと剣、シス戦法、ゴーマ神拳、水御神、魔神拳、雷神拳、ハッと剣、雷神拳、ハッと剣、シス戦法。人権そうだ。ハッ、人権ハッ、だが大人権ハッ、ハッ、主人権ハッ、大人権ハッ、ハッ、ウーライ人権ハッ、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 グレイ水御神おーしハッ、ハッ、ハッ、ザンプー魔人権そうだ。ハッ、ハッ、シス戦法ゴーマ神拳、魔神拳、やべえ。グレイ、ウーライ神拳、シス戦法。それ、魔神拳、ソーガ、ハッハ、魔神拳、魔神拳。ハッ、ゴーマ神拳、受けてみろ、サンダーブレード。ゴーマ神拳、魔神拳、ハッテヤ、ダダ、シス戦法、魔神拳、ハッテヤ、レイ、シス、魔神拳、それ、ウーライ神拳、ハッ、ウーライ神拳、シス、魔神拳、ウーライ神拳、ハッテヤ、決着はつけたぜ。強くなったな。あんたのおかげだ。とどめを刺さないのか。俺は俺たちを裏切った天使クラトスを倒した。そして俺たちを助けてくれた古代大戦の勇者クラトスを許す。それだけだ。ようやく死に場所を得たと思ったのだが、やはりお前はとことんまで甘いのだな。ま、待て。まさか封印を解放する気か。それが望みだろう。それじゃあんたが。私のマナーを分け与えた。大丈夫、クラトスは生きている。どうぞ。クラトス、本当に大丈夫か。また死に損なったな。バカ野郎、死ぬなんていつでもできる。でも死んじまったらそれで終わりだ。生きて地獄の攻め苦でも味わえと。誰がそんなこと言ったかよ。死んだら何ができる。何もできないだろう。死ぬことには何の意味もないんだぜ。そうだな、そんな当たり前のこと息子に教えられるとはな。クラ
クラトスなら大丈夫だ。お前はオリジンと契約しろ。資格なき者よ、私は全てに失望している。お前も私を失望させるために現れた。オリジン、お前はミトスとの契約に縛られていないのか。我の解放とともにミトスとの契約は破棄された。もはや何人たりとも我と我そのものを行使することはできぬ。誓いを立ててもダメなのかい。私たちにはエターナルソードが必要なんだ。エターナルソードで二つの世界を一つに統合したいんだ。そして大樹カーラーンを復活させる。このままじゃ世界は永遠に搾取され合ってみんな絶望しちまう。それは自らと違うものを認められない人という生き物の弱さから発生したことだろう。確かにそうかもしれない。でも間違いは気づけば正せるはずだ。取り返しのつかないこともあろう。それでもできる限りのことをしなくちゃ。そうだ、俺は諦めたくない。誰だって生まれたその瞬間から生きる権利がある。それを取り戻したいんだ。人もエルフもハーフエルフもドワーフも精霊もみんな自分であるってだけで生きてる価値があるはずだろ。オリジン、私は長い間この世界を救うのはミトスの言う理想にすがるしかないのだと思っていた。かつてあなたがミトスの理想に共鳴したように、私もそれしか手段がないと思っていた。しかしロイドは違う。何かを変えるためには自分が動かねばならぬことを教えてくれた。誰かの力に頼り理想に共鳴しているだけではダメな。召喚の資格を持つ者よ、誓いを立てよ。オリジン、それじゃあ今一度人を信じてみよう。お前が言った誰もが等しく生きられる世界のために私も自ら動く。契約者シーナの誓いはただ一つ、自分が自分らしく生きられる世界を、誰かが無意味な死の犠牲にならない世界を取り戻す。ではその誓いをもとに契約を行う。我と戦え。するな。ファイトオーバー。ヒントプロテクト。ハッピー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 勝利金よ。大丈夫、水道人
アブソリュート。ハッ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 。契約者シーナに、そしてロイドに、お前たちに私の力を預ける。それを使ってエターナルソード、すべての命あるものを救う剣とせよ。しかしエターナルソードはミトスとの契約のまま、エルフの血を引く者しか使えない。お前自身の力で使いこなし、あの剣とお前との間でもう一度新しい断りを聞くがいい。